ビジュアルエディターは、ウィキペディアに、視覚的、または、ウィジーウィグ式のオンラインリッチテキストエディターを、ミディウィッキーの拡張機能として提供するための、プロジェクト。ウィキメディア財団が、ウィキアと提携して開発した。ウィキペディアで、最大規模の言語版のいくつか、および mediawiki.org では、ベータ版が2013年7月に、 規定で有効になった。ウィキメディア財団はビジュアルエディターの計画がそれまでで最も難しい技術プロジェクトであると考え、エコノミストはビジュアルエディターがウィキペディア最大の変更であるとした。デイリードットによるとウィキメディア財団がウィキペディアへの参加を広げることを追求するあまり既存の編集者を遠ざける危険性が出たという利用者からの苦情が 相次いだことで、英語版ウィキペディアでは2013年9月にオプトアウトからオプトインに戻ったが、さらなる開発を経た後2015年10月に再び規定で有効になった。ウィキメディア財団が2015年に行った調査によると、ビジュアルエディターは新米編集者に利点があると予想されたが、実際にはその利点を与えることに失敗したという。メディアを再生する。 ウィキマニア2013でのプレゼン。ビジュアルエディターは私たちのウィキ編集の現在と未来。ビジュアルエディターの開発チームによるプレゼン。ミディウウィッキーが提供している。本来のウィキペディアエディターは、ブラウザベースのテキストエディターであり、編集者はウィキの文書マークアップ構文を学ぶ必要がある。構文を学ぶ必要を取り除くことで、ウィキペディアンになるための技術的障害を減らしてより、 広く参加を防うことができ、やがて編集者数の右肩下がりを逆転させることができるとの考えから、Wikipedia 用のウィジーウィ i エディターの開発は長らく計画されていた。新機能や機能改善を目的とする100万ベイドルの資金が継ぎ込まれたプロジェクトの一環だった。プロジェクトの目的の一つは、Wiki の文章マークアップ公文を使用する編集と、 ビジュアルエディターを使用する編集の両方を行えるようにすることだった。ウィキメディア財団の j ォルシュによると、ポルトガル語版ウィキペディアやアラビア文字を使う、諸言語版、インド系文字を使う、諸言語版の編集量が和社人口に比して少なすぎるため、それらを人口に相応な量にまで増やせば、編集者減という現状を打開できるという希望があったという。 ウィキメディア財団によると既存の編集者と将来の編集者が編集しないことには様々な理由がある。その一つはウィキマークアップの複雑さである。ビジュアルエディターの目的の一つは知識のある善意の編集者にウィキマークアップの専門家にならなくても編集してコミュニティの貴重な一員になれるようにすることである。私たちは時間が流れるにつれ経験豊富な編集者でも 編集の一部でビジュアルエディターが役に立つと感じるようになることを望む。2012年、ウィキメディア財団のスーガードナー理事長は、私たちはビジュアルエディター自体がこの困難を解決するとは考えていないと述べ、ウィキペディアの共同創始者の一人であるジミー・ウェールズも、これは極めて重要であると述べた。ミディウウィキは多くのウィキで使われており、 はじめはより小さいサイトから投入を始めるとされていた。英語版ウィキペディアでの投入計画はまずアカウントを所持する利用者のみ有効にし、続いて匿名利用者でも有効にするというものだった。2012年12月にアルファ版が一部選ばれた利用者の間で利用できるようになった後、翌年4月に全ての利用者が利用できるようになった。 2013年7月には、英語版、Wikipedia の登録利用者全員で規定のエディターになったが、コミュニティから安定性、編集の制限やバグといった苦情から9月に、オプトインに変更した。ただし、英語版以外の Wikipedia では、ほとんどの言語版で規定のままとなった。ベータ版開発フェースが2015年に集結すると、英語版 Wikipedia は、ビジュアルエディターを再採用した。 HTML ドファを扱うパースイドというコンテンツモデル。ウィキメディア財団はウィキアとと共にプロジェクトに取り組んだ。しかしウィキのマークアップ公文が12年間にわたって拡張を続けめったに使われない複雑な機能も追加されたことから記事の見た目を完全に再現することが難しい状況だった。実装では m i d ウ w i キの構文解析、マークアップ構文、 ドム、最終的な HTML 変換を改善する必要があった。必要なコンポーネントの一つはパースイドと名付けられた公文解析サーバでノード JS で書かれており記事をウィキテキストとビジュアルエディターに適するフォーマットの間で変換することを目的とした。ウィキメディア財団はビジュアルエディターがそれまでで最も難しい技術プロジェクトであると考えた。 2016年6月時点のビジュアルエディターは Google Chrome、Iceweasel、Internet Explorer ーー、Microsoft Edge、Modzilla Firefox、Opera、Safari をサポートしている。サーバーオペレーターはビジュアルエディターの MIDIWiki ィィ拡張機能をダウンロードできるが、その仕様は一般的には MIDIWiki ィィの最新版を必要とする。 オンラインリッチテキストエディタービジュアルエディターの開発チームによると、プロジェクトの目的は、ミディウウィッキーのために安定したリッチテキストエディターを作ることで、それは視覚的かつウィジーウィング式のエディターであるという。実装ではミディウィッキー抜きでも実行できるコアのオンラインリッチテキストエディター、そしてミディウィッキーの拡張機能に分かれている。 ミディウィッキーでの拡張機能では、ビジーウィグの拡張機能に分類されている。デイリードットによると、ウィキメディア財団がウィキペディアへの参加を広げることを追求するあまり、既存の編集者を遠ざける危険性が出たという。経験豊富な編集者の多くが、ビジュアルエディターの投入とバグを有料し、中でもドイツ語版、ウィキペディアのコミュニティは、投票において圧倒的な票数で、 ビジュアルエディターを規定のエディターにすることを否決、オプトインの機能とすることを選んだ。これらの苦情にもかかわらず、ウィキメディア財団は他の言語版への投入を続けた。レジスターによると、私たちの短期間な探究では、どのッコはどこで使うかを覚える必要を消したという結果だったという。エコノミストによると、 ウィキペディアの短い歴史の中で最大な変更であるという。ソフトペディアは、ウィキペディアの新しいビジュアルエディターは近年で最高のアップデートであり、あなたはそれを改良することができるという題名の記事を出した。ビジュアルエディターの反対者の一部では、一部の人々がウィキのマークアップ構文に混乱するので、ビジュアルエディターが必要であるという暗黙的なニュアンスがあるため、 一部の利用者が見くびられていると感じると主張した。デイリードットは2013年9月24日にウィキメディア財団が英語版ウィキペディアのコミュニティの反発に直面していると報じた。英語版ウィキペディアのコミュニティはビジュアルエディターが遅く実装も悪い上に記事の既存テキスト書式を破壊する可能性があるとして批判した。コミュニティと財団が対立する中、 ウィキメディア財団が定めていたビジュアルエディターのオプトアウトという設定をボランティアの管理者一人が覆してオプトインにした。財団は譲歩したがビジュアルエディターの開発と改良は続けるとした。2015年5月、ウィキメディア財団はビジュアルエディターの効果に関する対象実験を行った。実験の結果ビジュアルエディターは 初めての編集に成功する新規編集者を増やすことにも、新規編集者の生産性を上げることにも、新規編集者の定着率を上げることにも失敗したことが明らかになった。ビジュアルエディターを使用した編集の方がはるかに時間がかかり、新規編集者が編集を保存する確率も下がった。それより前、 ビジュアルエディターの開発がより進んでいない時期にあたる2013年6月に行われた対象実験でも同じように中立または否定的な結果だった。ありがとうございます。